何テンション下がってんだよ。楽しい旅なんだ。もっと上げてこうぜ。誰のせいだと思ってるの？トガ人でも安全に暮らせる静かな場所、そこに向かってるって信じてたのに。いやいや、俺そんなこと一言も言ってねえじゃん。お前らにとっても悪い場所じゃないって言っただけだぜ。罪の国なんて名前からして非道徳的な場所のどこが悪くないというの？罪の国にはトガ人になったが執行を免れた奴が集まってるって話だ。つまりお前らのお仲間がいっぱいいるってこと。よく言うだろ、お友達いっぱい作ってお手手つなぎましょうってさ。仲間が増えるのはいいことじゃねえか。トガ人の仲間なんていらないわ。彼方にこれ以上正しくない人を近づけさせないで。ミゼラ落ち着いて。また不毛な言い争いのパターンに入っちゃってるよ、ビシャス。だよ、お前も怒っちゃってんの？少しは。当然だろ、ミゼラを安全な場所に連れて行くのが最初の目標だったんだから。カナタ、じゃあ行くのやめるか。そうなるとここでお別れだね。いや、それはできない。俺たちにはビシャスの力が必要だから。それに正直俺見てみたいんだ、罪の国っていう場所を。トガ人が集まってる場所じゃ安全とは程遠いのかもしれないけど、もしかしたら俺やミゼラみたいな境遇の人もいるのかなって。相変わらず安っちい考え方だな。罪の国っていうくらいなんだから、このくだらねえ世界に復讐するために牙を研いでるようなやつばっかに決まってんだろ。ビシャスはどうして罪の国を探してるの？わかりきったこと聞くんじゃねえよ。血に飢えた獣どもを解放してこの世界をぶっ壊すためだよ。気配が近づいてくる。ありゃ騎士団だな。ちょうど体動かしたかったとこだ。ありがてえ。この位置じゃどっちみち見つかるのは時間の問題だ。ならこっちから仕掛けよう。